はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、松本人志さんがですね、先日61歳の誕生日を迎えたわけなんですけども、明らかなですね、異変が起きているということで、現在ですね、擁護派の人たちがうろたえているわけなんですよね。まあ、今回はですね、その詳細だったりとか、そしてですね、そこから見えてくるですね、まあ、最近話題になっている松本人志さんと文春さんとのですね、和解説とのつながりとかですね、まあ、この辺についてですね、いろいろ話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、まあ、松本さんといえばですね、先日ですね、9月の8日にですね、61歳の誕生日を迎えたわけなんですよね。はい。で、その日はですね、いわゆるそのね、ありがとうまっちゃんとかですね、誕生日おめでとうまっちゃんみたいなですね、そういうハッシュタグですね、まあ何か忘れたんですけど、そのね、擁護派の人たちがですね、そういうふうにみんなでですね、決まったですね、ハッシュタグをつけて、松本さんのですね、誕生日をお祝いしようみたいな活動をしていました。で、大体どれくらいですね、そのハッシュタグのツイートがいったかっていうと、まあ僕がね、あくまで僕が確認した段階では夜の6時、7時くらいだったんですけども、その段階で3500くらいかなはね、ツイートされていた感じがしましたね。まあ、なんで、おそらくですけども、4000は必ず行ったと思うし、まあ、5000いかないくらいなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、もちろんですね、そのハッシュタグをつけて、松本さんの誕生日をわざわざお祝いしたいくらいのですね、擁護派の人たちが、まあ、5000人くらいいるっていうのは、まあ、多いのか少ないかはね、人によって感覚が違うと思うんですけども、まあ、何にせよ、それくらいの数の人たちがですね、松本さんの誕生日をお祝いしていたわけなんですね。まあ、しかしながらなんですけども、そのようにですね、擁護の人たちがお祝いしている中でですね、その人たちの中でですね、あるですね、不安が広がっていたわけなんですよね。はい。で、これ何かっていうとですね、要は、その松本さんがですね、毎年必ず誕生日にはですね、X でツイートをしているのに、今年はしなかった。で、もっと言うとですね、もうこれ、どれくらいかな？ 1 ヶ月くらいですかね。はい。1ヶ月くらいですね、ツイートがですね、更新されなくなってしまっているという話なんですね。はい。これどういうことか話していきます。まあ、そもそもなんですけども、皆さんですね、松本さんがその X の更新を再開させたのはいつかっていうと、7月の15日くらいなんですよね。はい。まあ、一応ですね、松本さんは去年のですね、年末にですよ、その文春さんがいろんな報道を出しましたよね。で、その後になんですけども、松本さんがですね、事実無根なので戦いますとかですね、ワイドナショー出ますとか言って、その後やっぱり出ませんって言ったりだったりとか、まあ、いわゆる X 上でのですね、これどう考えたってもマイナスプロモーションにしかならないだろうみたいな、スタンドプレイを繰り返したのが、まあ、1月くらいでしたよね。で、その後に松本さんはですね、裁判に入っていくっていうのもあってですね、完全に X の更新をやめたわけなんですよね。で、それからですね、約半年後くらいの7月の中旬にですね、よく考えれば当然の権利ですし、X を更新していくみたいなことを言い出したわけなんですよね。はい。で、それもですね、まあ、言ってみたらタイミングとしては何かっていうと、文春さんがですね、その A 子さんのですね、妨害工作の記事を出した時ですね、いわゆるその A 子さんのことを尾行していたりだったりとか、その A 子さんの仲のいい中村信夫弁護士をですね、田代弁護士が脅すようなことをしたと。まあ、そのようなですね、報道が7月の中旬になされたわけなんですけども、そのタイミングでですね、松本さんがその X を更新するということを急に発表したわけなんですよね。はい。まあ、おそらくなんですけども、その文春さんのその報道にですね、合わせてやったことは間違いないかなっていう気はします。まあ、いくらなんでもね、ただ文春さんだっていわゆるその松本さんに対する報道っていうのは、一回ですね、まあ、終わりを見せていたというか、落ち着きを見せていたわけなんですよね。落ち着きを見せていて、数ヶ月後のタイミングでその A 子さんの出廷妨害工作の記事を出したわけなんですよ。で、たまたまですよ、文春が動き出した、数ヶ月置いて動き出したそのタイミングに、たまたま松本さんが X を更新したいと思った時期が重なったっていうのは、さすがにちょっとこれできすぎてると思うので、まあ、おそらくですけども、 A 子さんの出廷妨害工作が出てしまうことによってですね、自分のですね、イメージがダウンすることを恐れてですね、いわゆるその X を使ってですね、まあ、好感度を上げると言いますか、まあ、多分ね、イメージ回復に努めようとしたのかなというふうに思います。まあ、実際ですね、松本さんが復活した7月中旬の段階ではですね、まっちゃん待ってたよっていう感じでですね、すごいやっぱりツイートとかバズったりもしましたし、まあ、それこそですね、サマーズと三浦さんといったですね、有名なお笑い芸人さんたちが松本さんにですね、X 上で絡みに行ったりとか、まあ、いろいろやっぱり大きな動きがあったわけなんですよね。はい。で、その後もですね、松本さんはですね、そのね、ポストを、もう、まあ、つぶやきをね、どん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 していくわけなんですよ。いわゆるですね、浜田さんとのですね、フィギュア的なものとかを写したりだったりとか、自分のね、フィギュア的なものを写したりだったりとかして、ね、一言書くとかですね、まあ、そういう感じでですね、ツイートを繰り返していったわけなんですよね。で、そのペースはですね、なかなかすごかったんですよね。まあ、もともと松本さんって、こういった騒動が起きる前から X はずっとやってたんですけども、まあ、正直言ってですね、あんまりツイートしないタイプだったんですよ。だいたいね、1ヶ月に1回あればいい方かな。1回、2回、もう2回あったらめちゃくちゃ多い
くらいのレベルで、松本さん別にね、めちゃくちゃ熱心に X をやってるタイプじゃなかったんですよね。なんですけども、その復帰宣言といいますか、ね、その X 復帰宣言をした後はですね、もう結構なハイペースでポン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 つぶやいていたわけなんですよね。で、それで、用語の人たちも、やった、まっちゃんが帰ってきたぞって感じですごい喜んでいたわけなんですね。はい。なんですけども、これがですね、皆さん、8月3日の段階でですね、急にパタリと止まってしまうわけなんですね。で、ちなみに3日のですね、ツイートは何かっていうと、その、松本さんとですね、浜田さんのフィギュアみたいなのを並べてですね、初中見舞いを申し上げますだっけな。はい。まあ、そんな感じを出してですね、それが8月の3日でしたっけ。はい。やったんですけども、その後以降ですね、パッタリとですね、更新がなくなってしまったわけなんですね。はい。で、それからパッタリと更新がなくなっていく中で、8月の末くらいにですね、一緒になってですよ、その飲み会をしていたアテンド芸人の渡辺センスさんがですね、フライデーと現在裁判してるわけじゃないですか。そのフライデーさんとの裁判が始まったってことをセンスさんが X で投稿しました。で、それをですね、リポストするという形で、まあ、ちょっと触れた X がそこで、1ヶ月ぶりくらいに動いたっていう感じなんですよね。はい。まあでも何にせよですね、松本さん自身の発言、発信があったのは8月3日が最後でして、もう現在ですね、9月も中旬くらいに、ね、なってきてるわけなんですけども、だいたい1ヶ月半くらいですね、一切ですね、松本さんが動かなくなってしまったわけなんですね。はい。で、その中に、その9月8日にですね、松本さんの61歳の誕生日があって、そして、松本さんは普段、まあ昔からこの騒動が起きる前から X はそんなに活発に動かしていなかったんですけども、そんな松本さんでもですね、年に1回の誕生日は必ずですね、何かしらツイートしていたわけなんですね。今年60歳になりました、どうこうこうで、こうです、みたいなですね。今年59歳になってどうこうこうで、みたいなね。まあそんなことを毎年必ず書いていたんですけども、今回9月8日の61歳の誕生日においてはですね、なんと誕生日すらですね、何も書かなくなってしまったっていう話なんですね。はい。だからこそファンの人たちがですね、異変で、なんだ、なんかまっちゃんおかしくなって、どうしちゃったんだっていうふうに言ってるわけなんですね。うん。で、まあ、実際にですね、このね、松本さんの擁護派の人たちがですね、この件についてですね、心配の声を上げていると言いましたけども、どういった声なのか、これもちょっと紹介しておこうと思います。何個か言いますね。最近ツイートが止まったままなので心配です。とか、今日も一日、まっちゃんのポスト通知を待っている自分でした。今日はなんだか昨日よりもずっと寂しいです。とか、毎年恒例になっていたまっちゃんからの誕生日報告ポストは当たり前のようにあったものがなくなるって、こんなにも寂しい。今年は仕方ないよ。なんて、達観ぶって自分に言い聞かすけど、寂しいもんは寂しいんじゃい、寂しいとか、23時59分59秒までもしかしたらまっちゃんの誕生日報告ポストを待っていた、待ってしまうな、でも今日ポストがなくても明日1日遅れましたがみたいなポストがあるかもしれないし、明日ポストがなくても、頼りがないのはいい頼り、ということで、改めてまっちゃん誕生日おめでとうとかですね。はい。まあ、こんな感じですね、応援してるですね、擁護の人たちもですね、かなりですね戸惑ってるっていうね、感じとなっております。はい。じゃあですね、じゃあ、この件に関してですね、僕はどう思ったのかっていう話なわけなんですけども、まあ、これはですね、確かに明らかに松本さんに異変が起きてるなっていう感じはしますよね。うん。まあ、もちろんですよ。もちろん僕はその松本さんって先ほどから何回も言ってる通り、もともとですね、X をそのたびたび更新するタイプではないわけなんですよね。はい。まあ、だからこそ、まあ、正直言って、そのね、松本さんが7月の中旬に X を再開させて、ターボをかけてですよ。いつに何ペースでバン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 ね、つぶやいてるときに、まあ、このペースは長くは続かないだろうなって思ったんですよ。正直言って。はい。まあ、多分長くは続かなくて、まあ、今まで通りの感じになっていくのかなっていうふうに僕は思ったんですよ。なんですけども、結果として今起きてること何かっていうと、その、まあ、今、そのね、再開したペースが続いてないのは当然だけども、元あったペースほどもつぶやかれなくなってしまったわけなんですよね。それこそ誕生日さえもつぶやかなくなってしまった。これはですね、明らかな異変と言っていいんじゃないかなというふうに思います。はい。ね。まあ、実際問題ですね。その、例えば、最近で言うと、松本さんとですよ、その文春さんの和解が9月中にですね、その、行われるんじゃないかって言ってるですね、弁護士の方とかもね、いらっしゃるんですけども、はい。だから、もしかしたらなんかそういう影響でですよ、なんかポストを辞めてるのではないかみたいな、つぶやきを辞めてるんじゃないかっていう声もあると思うんですけども、僕はですね、仮に和解が進んでいようがいまいが関係ないんじゃないかなと思うんですよ。はい。まあ、もちろんですよ。もちろん、和解がもしかして進んでいるとするんであればですよ。ね、進んでいるとするんであれば、例えばなんですけども、何かこう、文春さんのことを挑発的なことでね、文春さんに対して挑発的なメッセージをね、ポストするとか、そういうのはですね、控えましょうっていうふうに弁護士さんから止められるとか、そういうことはあると思うんですけども、まあ別にですね、松本さんが今までしてきたポストって、裁判とか全く関係ないポストばっかりなんですよね。はい。松本さんの日々の日常を書いてるだけだったりもするし、でもっと言うと、誕生日のね、今日で61歳の誕生日です、なんて、別にね、裁判もクソもないじゃないですか。関係ないわけじゃないですか。プライベート中のプライベートですよね。仮に現在ね、文春さんとバチバチに揉めていようが、仮に、ね、和解に向けてね、
ね、同じ方向に歩んでいこうが、別にその誕生日ポストは全然したらいいじゃんわけですよね。して何もおかしくないわけですよ。はい。にもかかわらずしないっていうのは、やはり松本さんの中で、やはり何かしらのね、異変が起きてるのは間違いないのかなっていうふうに思います。はい。だからもしかしたらですけど、松本さん的に結構落ち込んでたりとかわかんないですけどね、なんか気持ち的になんかこう、ぐーっと下にね、ダウンしちゃってるとか、そういうのもあるのかもしれないなっていうふうに、はい、僕としては思いました。うん。ね。まあ何にせよですね、何にせよね、当然の権利やしっていうふうにね、あんだけ堂々とですよ皆さん、ね、挑発的なコメントをね、出してですよ皆さん、X を始めたわけじゃないですか。はい。で、あれから考えると正直言ってちょっと情けないかなっていう気もしますよね。うん。というのは何かっていうと、別に僕は X をですね、再開するなんて全然ね、個人の勝手でいいと思うんですよ。はい。誰かが松本さんに X をやめろなんて言ってないし、松本さんは自分のね、考えでやめて、自分の考えで戻ってきたわけじゃないですか。だから松本さんが僕は X をやること自体は何も間違いではないと思うんですよね。はい。でも松本さんって X を再開するときに当然の権利やしみたいなね、まるでなんかね、自分は本当にこのね権利を行使したいのに周りの圧力によってそれができなくなってしまった、でもそれを跳ねのけてこれは俺の当然の権利やでとばかりになんかこう一生懸命自分で動き出してみたいな、そういうなんていうんですかね、こう要望の人たちを焚きつけるような文章をわざわざね、ああいう風に書いたじゃないですか。で、実際問題それで、そうだそうだ、まっちゃんが X やるのは当然の権利なんだ、まっちゃんは圧力なんかに負けんでみたいな感じでなんかみんなが松本さんのことを上やんやなったじゃないですかね。あれを見た時に僕はなんか、うん、まあ、相変わらずなんかやっぱり芸人さんって言葉のプロだと思うから、聞こえのいい言葉をやって、その大衆のね、民衆のですね、心を操るっていうか、ファンのね、気持ちをですね、高ぶらせるのはやっぱり松本さんさすがうまいなっていうふうには正直思いました。うん。だって何度も言いますけど、誰も止めてるわけじゃないし、誰かに圧力で止められたわけでもないわけなんだからね。だからこそ復活するにしてもですよ、今日から X も再開したいと思います、よろしくお願いしますとか、これだけでも別にいいわけ全然ね、はい、いいですよね、別にそれ全然なんですけども、そういう風な今日から X 再開します、皆さんまたよろしくお願いしますじゃなくてね、当然の権利やしみたいなさ、なんかそういう言い方をわざわざチョイスするところが、なんていうのかな、松本さんが文春さんに対して中指を立てつつ、そのファンの人たちをこうやってね煽ってるっていうんですか、なんかそういう意思のあるスタートの仕方だったかなっていう風に僕はやっぱり思うんですよね。で、そういう風なね、煽るようなね、挑発するような中指を立てるようなスタートの仕方をしておいて、わずかね、結局のところで言うと8月3日で行われてるわけだから、だいたい2週間くらいですか？はい、2週間くらいで結局ですよ、ポストとかも全くなくなってしまうっていうのは、なんかちょっと情けないというか、なんともなーっていうのは正直言って僕としては思ったっていう感じですかね。はい。というわけでですね、今回はここで終わります。この話ですね、ちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。